もうその年でピザ2枚はきついって。はい、どうもよろしくお願いします。よしき左官から店長中吉真澄でございます。よいしょという感じで、さあ、本日の動画でブログでございますけれど、前回こちらのセザンヌ、ストレッチコンシーラーの紹介をしたんですけど、次はまた二つはまだあるんですけれど、もう一個の手法も紹介したいと思います。もうね、ちょっとね、いっぱい紹介せなあかんからね、ちょっといきますよ。せーの、よいしょー、よいしょ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 、こちらの方でございますけれど、あ、ちょっと空箱っていうか空容器を見ますね。滑らかに密着シャドウライナー、モーブレッドさん。モーブレッドって会社ですね。エテュセンのシャドウライナーの、RD1 番ですね。こちらでございます。まあ、何の商品やねんって言いますと、あ、言ったら、まあ、これ一本でアイラインも描けるし、シャドウも描けるよっていうね、やつなんですけど、まあ、今回は、赤ということでね、赤色なんて絶対見えへんけど、まあ、赤色ですね。まあ、僕なんかめちゃめちゃ赤好きなんで、やっぱり、もう、前回ね、使ってたね、この辺にちょっと赤色さして入れてたんですけど、ね、落としまして、粉々になってしまって、ちょっと復旧も効かんような、もう言うたら、落ちる、開く、散らばるっていうのをね、やってしまいましたんで、ちょっと泣く泣くちょっと処分してしまったんで、また新しいの買いました。まあね、まあやっぱりね、やっぱり僕ね、中井さんやっぱこの赤色も好きなんですけど、このクレヨン型のやつ大好きなんですよね。もうペッて知ってサーで弾けるからね、めちゃめちゃ便利です。で、こっちにもね、シャドウライナーにもね、ちょっとトイレ説が書いてるんですけど、ご使用の際にはみたいな書いてるんですけど、まあなんか、なんやろ、使い方みたいなのもね、ちょっとこうやって書いてたりするんで、使い方もね、書いてるんで、ぜひいいんじゃないかなと思います。まあ、なんやろ、まあでもやっぱり、でも赤色なんでね、やっぱ気をつけてほしいのは、まあ、ピンク。もうなんかピンク嫌いなんかくらいピンクのことに喋りますけど、やっぱね、腹ぼったくなるんですね。なんでピンクがダメなのっていうのはあんまりちょっと詳しく喋りきれてなかったんですけど、まあちょっと腹ぼったくなる。まあ言ったらなんかちょっとむくんでるみたいな感じになりやすいんで、だからあんまり塗りすぎは良くないですね。だからこれもやっぱり、なんやらちょっと足すにしても、なんか目尻にピッとか、なんやろ、目尻にピッ、アイラインの上にズーって、スーッと引いてちょっと赤色を足していくっていう感じで使いやすいんじゃないかなと思います。んで、まあ、なんやろ、まあ、あとはなんかクリーム型なんで、まあなんやろ、まあ全然難しい。謎の前。まあね、やっぱ赤色大好きクレヨンやし、で、こういう、ね、この形めちゃめちゃ大好き。これやったら、細いところに、この、とんがってるところでアイラインを引いて、こっちの太い方でアイシャドウにしてできますね。あとクリームなんで、やっぱパウダーとかよりも、なんやろ、ちゃんとこう、ぼかし効かしやすいんちゃうかなとは思うんで、めちゃめちゃおすすめですね。まあ、僕もやっぱりちょっとこういうタイプのチークじゃないわ、シャドウ使うのもあんまり慣れてないんで、まあこれもまたいろいろ試してみて、また、なんやろ、喋ります。で、また別の商品が来た時に活かせたらなと思いますっていう感じで、こちらのエテュセシャドウライナーの RD1 モーブレッドって書くんです、言うんですって。こちらの、滑らかに密着シャドウライナーでした。まあね、まあ、化粧ね、やっぱ、なんか難しいですけど、今最近の、ずっと流行ってますけど、アイラインをね、重点的に、こう、ここをしっかり作るっていうのが流行ってるんで、やっぱなんか自分なりにこう、いろいろ、ここだけ慣れていくっていうのが大事かなと思います。もう、いやでもやっぱり、ペンをね、顔面にこう、ドゥンってするんでね、やっぱ気をつけなあかんとこもいっぱいあるし、やっぱこう、慣れるっていうのも大事なんで、まあ、残念ですけど、まあ、アイライナーとか、
そのブラシとかよりはまた一工夫いるんで、これも使いこなすのにまた時間がかかると思いますんで、まあなんかどうやって使えばいいんですかみたいな、また聞いてくれたら嬉しいですっていう感じで、よし、こんなもんかな。よし、よしゅき左官から動画でブログ化粧紹介のコーナーでございました。ありがとうございました。